くん、イエーイ、金城です。今日は初めて懸垂できるようになりたいっていうあなたにちょっと教えたいと思います。懸垂ですけど、初めて懸垂できるようになりたいっていう方多分結構多いと思います。で、正直、まあ、懸垂、背中のトレーニングとかこう引っ張る懸垂とかの動作は鍛えるのは正直マシンとかでやるのがまあ一番効率いいし早いと思います、初心者の方は。正直なところ、でも例えばこういうクロスフィットジムの中では、懸垂バーとかしかないので、僕のおすすめのやり方を教えたいと思います。まずはですね、まあ、グリップ、グリップはこういう順手じゃなくて逆手でやってほしいです。なぜなら、まあ、肩の関節にちょっとこっちの方が優しいですね。正直肩の、まあ、肩甲骨と肩の動きがもうちょっと自然な動きに近いです。こっちだと、まあ、肩の柔軟性が不十分な方は結構痛みとか出やすいので、できれば逆手の方が、おすすめしたいと思います。で、懸垂実際まだ引き上げられないって方はどうすればいいかっていうのを、話したいんですけど、懸垂下がる部分だけゆっくり耐えて、やっていく、まあ、ネガティブ懸垂って言うんですけど、これをちょっとテンポでやっていきます。テンポは何かっていう人は下の方にちょっとテンポの動画あるので、そちらを押してポチッと見てください。お願いします。テンポですけど、なのでやり方だ、例えばこういうボックスとかに乗ってちょっと軽くホップして、で、降りるところだけコントロールする。なので1秒押さえて1、2、3、で、またボックスに戻って、あ、前から見えにくそう、ボックスに戻ってホップして1、2、3、はい、1、2、3、まあ、手の幅は、まあ、肩幅から、まあ、ちょっとずつ、変えながらやってもいいんですけど、この逆手でやって、で、しっかり、コントロールしてあげる。そうすることによって、その懸垂に必要な筋肉を、しっかり負荷をかけてやっていく。で、その秒数とか回数とかを変えていって、その筋肉を使ってるボリューム、時間を増やしていけば、いずれ懸垂につながっていきます。で、例えばですね、こちら書いたんですけど、まあ、トレーニング中こうバックスクワットやるとします。バックスクワット例えば、まあ、5回を5セットやって、ただ2分休憩するってだけじゃなくて、例えばバックスクワット5回やったら1分休んで、その後そういう懸垂、ネガティブの懸垂なので、3秒で下がるですね。で、また上で1秒キープっていう感じで、これがまあテンポなんですけど、テンポは違う動画で説明してます、そちらを見てください。こういう感じ で3回ってやって、休憩1分したらまたバックスカットの2セット目入って、2セット目、3、3、4、4、5、5セットって感じでやっていくと、こういうふうにペアを組めば、バックスクワットっていうメインの動作に大きく、そこまで懸垂は大きく影響しないですね。そこまで使えない。なので下半身のトレーニングの時に、まあ、こういう懸垂とかのボリュームを増やしていけば、そのトレーニングの、まあ、時間も短縮できるし、こう気づいたら結構この時間をしっかり負荷をかけてる時間が増えていく。例えばじゃあその次の週は4、4、4、4、4ってやってもいいし、それかこういうふうに回数を増やして負荷をかけてる時間を増やしてもいいし、例えばこちらのテンポを4秒に変えてあげたりとか5秒に変えてあげることによって、しっかりその背中とこの懸垂に必要な筋肉をずっと負荷かける時間を増やしていけば、いずれは懸垂に近づくと思うので、こういう感じでちょっと例えばクラスの前とかちょっと3セットやったりとかで、クラスの後も3セットやるとか、どっかさりげなくこういう風に負荷をかけてる時間を増やしていけば、いずれは懸垂できるようになるので、そちらをちょっと意識して、入れてみてください。では質問ある方はコメントを残して、チャンネル登録もお願いします。